秘密話おじさん、本人の同意もなく他人の全裸写真をインターネット上に公開することってものすごく悪いことなんですよ他人の全裸写真をあげるような頭のおかしいやつには使わせない。ガーシーさんっていう芸能系の持ちネタをずっと暴露し続けるっていうのと、あと適当なデマをばらすけど確証も取れないし相手も訴えてこないから、まあ御の字っていう、そういうあの秘密話おじさんがいたんですけど、でその人が参議院選挙受けてるところ、参議院選挙出るって言ってるところで、ちょうど Twitter のアカウントが昨日バンされたんですよね。で、あ、バンされたんだと思ってたら、なんかまた新しくアカウント作ったらしいんですけど、なんかね、新しく作ったアカウントとそのガーシーさんの弟子って言ってる人のアカウントも両方凍結されたらしいんですよ。で、あの Twitter ってバカではないので、こいつをバンするぜって言った場合って、この人バンしますっていうので、でまあすごいマイナーの人だとアカウント新しく作ってもまああのバレないで続けられる場合もあるんですけど、さすがにそのガーシーさん嫌いって言ってる芸能事務所の時の人とかも大量にいるので、新規アカウントですって出されると、その新規アカウントを他の人が通報して、本来その Twitter の規約違反をしてアカウントを作れないはずの人が新しいアカウント作ってますよ、それはバンだよねってなるんですよね。で、一応僕そのバンになった原因の写真は見てないんですけど、そのガーシーさんがやったと言われているのは、ある芸能人が全裸で歌ってるかなんかの写真をアップロードしたらしいんですよ。日本の文化の中では芸能人のスキャンダルだったら写真載せても何の問題もないだろうっていう風に考える人が多いみたいなんですけど、本人の同意もなく他人の全裸写真をインターネット上に公開することってものすごく悪いことなんですよ。まあ、例えばじゃあ、あなたの奥さんとか彼女の全裸の写真がインターネット上にアップされたら嫌じゃないですか。それは芸能人であってもダメでしょう。で、一般人でもダメだし芸能人でもダメでしょう。で、至極当たり前の規約違反なんですよ。あのなんかたまたまやっちゃったとか、なんか大衆がいっぱい写ってる写真でたまたまその中に全裸の人がいましたとかで、まあこれ気づかないよねとかであれば、まあ議論の余地はあるかもしれないですけど、僕は見てないんでそれちょっとあの説明と違うかもしれないですけど、まあ世間で流れてる説明によると、まあ故意にその男性芸能人の全裸写真をアップロードしてるから、うん、それ完全に規約違反だよねっていうので、まあそれがアカウント止められるのも当然だし、で、じゃあ新しいアカウント作りましたって言ったら、うん、それも要は悪いやつ使わせないっていう規約だから、アカウント作り直したいいよって話じゃなくて、他人の全裸写真をあげるような頭のおかしいやつには使わせないっていうツイッターのルール通りの対応なので、まあそりゃそうだよねと。で、多分その YouTube の方、僕ガーシーさんのちゃんと見たことないんですけど、まあ多分調べると似たようなのが出てくる可能性もあるので、そうすると多分ガーシーさんはおとなしくし続けるか、やらかして YouTube 版になるかって多分二択になるんじゃないかなと思うんですよね。